おお。飛龍だ。うっせえどれ。うら。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あそこにいるぞ。年貢の納め時だな。
っしゃいませ。ありがとう。よう、あんた。うん。忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花。ああ。確か第三公演であったな。そうそう。思い出してくれたか？でもこんなとこでな。家がなくなってな。なんだ。それじゃ、お仲間。ああ。それで今夜一晩。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ遅っ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ。そうだな、一泊10万でどうだ。は？なんてな。冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな。いいってことよ。どっか行けや。なんだ。おい、あんた起きろ。Hello, William.くそ、奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。
何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああやってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす、僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ、ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。ふっ、さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろやめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ。How about that to add for your hospital fees, bitch?ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたのな。俺は桐生だ。桐生さん、そうか、やっぱりね。確か町で同時安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。よう、キリュウさん。客が来てるぞ。あんたを探してる。客？いや、立花不動産の人間って言ってる。そうか、すまん。公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。
よ、キリュウ君。オダ、あんたが迎えの人間。まあね。ゆうべは。いや、いい宿が見つかったんでな。社長は今あるところでお前を待つ。あるところ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ、頼む。よし、それじゃあ早速。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に命じだから、社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。社長は今東城会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東城会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか？橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ？社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。 I don't。 今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ、キリュウ君。I think this is a setup. キリュウさん。ああ。ご存知でしょうが、東城会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前がキリュウか。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。適当に育っていいぞ。
いえ、俺はここで。まあいい、そんじゃ始める。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東条会さんの。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる、まあ、それを許す。ただ東条会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出。私は東条会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願い。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東条会本家から。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消す。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を。私は空の一壺を手に入れるのに必要な情報。空の一壺か。なるほど。堂島はあのとだけど、当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由は。話は変わりますが、堂島組は東条会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。そして東条会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東条会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東条会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも、つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その労働。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせて、一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東条会は何もかもが大きい。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東条会本家にも奴からそう。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。てめえ口の聞き方をし。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を
東条会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな、どこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。ずいぶん高く買われているな。どうでしょう、新原さん。 新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができる的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがない。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東条会本家の預かりとする、手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。 いえ、詳しくは。一言で言いや、一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。桐生、このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんだな。織田、立花を頼む。Tachibana. Shit. I got that. I'm on it. Mean best knowledge. Let's go.
キリュウさん、ご無事。ああ、そっちも大丈夫そうだ。ええ、小田さんがついてますから。やっぱり、すんなり正面から返してはくれそうにないか。たく、何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきた。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花そうでした。それじゃ一丁ビシッとやりますか。よし、それじゃそこの扉。ええ、I too, you know, you motherfucker. あっちだ、急ごう。
葉に頼んだ。なんとか生き延びたのか。ここに長居は無用です。キリュウの剣だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組やキリュウカズマに手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。橘が気流をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一つぼは俺のこの手で差し出しますよ、親父。 Let's see, bio wicked. What's going on, biomex?いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。I know you've made it. はい、なんで俺なんかのために10億も出した。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一つぼが必要だが、本当の目的は、だとしたら、なんであんたはそんな体を張ってまで殻の一つぼを見る。それについては企業秘密というわけで。
社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあって。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ。桐生さん、だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでね。これからどうする？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。蒼天堀？ええ、ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う。あんたの他に所有者の居所を。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつが。問題はその渋沢以外にも、あの近江連合。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は少なくとも、もっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え、小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだって。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが、人殻の一坪の持ち主は神室町に着く。俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいこと言うな。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか？私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても。もう俺のために10億出してもらってる。そうですか。でしたら、How's the Mrs. Bio? I gotta admit though, I don't know why, like, about the whole unblocking Kyla thing. I think she's just using that as an excuse to get you back in a good grace and then use you to go fight her battles for you. That's what she's doing. I just have seen the screenshot that she's trying to get you to tell ZTB and that. 蒼天堀に向かう前に準備を整えて。Just giving you advice. アジア街に戻ります。話は通しておきますから。準備ができたら、陳さんの店に来てもらいます。And she lied about me. 私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。道島組は裏方町から消えたみてえだ。And want some pictures of Kylie's face since everyone shows their face on her YouTube channel. You don't. わかってる。そうじゃ。Oh, does she like that? One thing I don't like is lies from her.
Oh, look, ITB. Hey, look, ITB having a stat look. Oh, ITB, you need my money. Ah. Look at ITB, right there. Oh, ITB. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。よう、キリュウ君。よう、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ。そうか。よし。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。I think I might end it here because I want to get some sleep again. その組織については後で小田さんから説明してもらいます。I'll catch you soon, everybody. ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから、殻の一つもの所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。So, hope you have a good day. それを俺と小田が言う。 Almost ended the chapter too, so all been well. この役はやはりあなた方にしか任せられません。